ザ・女まみれの水泳大会イエーイ。何このゲーム、ウッシー。俺が持ち込んだみたいに言わないで、初めて見たから。これわざわざ集まって撮ってもらった。集まんないとできないよ。こんなもの、そうそうそう、このために集まりたかったんだから。すげえタイトル、シンプル2000シリーズやりましょう。BGM とかないんだもん。なんもないのか。激おもろゲームだから。ザじゃなくて、ジじゃん。ジ、あ、番組っていう体なんだ。そうね、水泳大会だから。昭和集すごいね。これ2人対戦できるんで、はいはい、それぞれ最強の推しアイドルを選んでリーグ戦やりましょう。大丈夫だ。この感じのって俺ら生まれる前の番組ぐらいのノリだよな。見たことないね、確かに。昭和感あるもん。だからこそ見てましたね。え、親父と一緒に見てて、エッチなシーンになるとドキドキしちゃってもう下向いてたから、気まずくてね。下向いてるけど、あっちは上向いてるでしょ。お父さんはね、上向いてた。上向いてたんだよね。しょうもねえ。ギルガメッシュとかね。ギルガメッシュとか、なんで知ってんの。いいですか。はい、すみません。いきましょうか。はい、でも1部、2部、3部選べんだけど、はい、2人対戦やる。セクシーだな、シルエット面白いな。シルエット面白すぎるだろ。あ、すごい。いや、このね、キャラ少ねえ。いや、もう俺、現代で言えばもうとんでもないアイドルが揃ってるわけだから。美女揃いですぐらい見なく。確かに。じゃあ、ギオくん、俺対戦しましょうよ。やったー。俺選んだアイドルがもう永遠に自分のアイドルになる。ずっとその子ね。ずっとその子になるから。そういう感じなんだ。高身長から水木。おい、いいじゃないですか。立花涼子。あークール系が好きだから立花涼子いいな。あー、俺立花さん狙った。俺立花さん立花さん身長175もあるよ。大きいね。本当だ、本当だ。相当よ。身長なんだ。80、56。あ、人気ありそう。桜井美奈子ありそうだね。安定感抜群だ。あー、やっぱ真ん中にいるからね。あー、キヨ君、神楽アリス好きそう。いや適当に言うなもん。神楽アリスにだいぶ失礼。確かに。別に好きそうって言ってるだけで、ウシでしょ、失礼だろ。ちょっと笑いにしたほしい。いや、そんなことない。神楽アリスを使って笑いとった。そんなことないよ。じゃあ俺アリスさん使うから。使うんだ。アリスさん選ぶよ。アイドルっぽいじゃん。意外だろ、カナ。いや、僕はそんな時間使うな。天木美優。アリスさんで。もう俺のアリスさんだから。ちょっと俺取っていい？いい、俺らのヒロイン。俺らの立花さん。負けるわけねえし、タッパあるもんな。じゃあ俺誰にしようかな。なんで？おい、アリスだぞ、行けよ。アリスちゃんにしろよ。わかりました。あ、いいっすね。決まった。始まった。あー、これでも番組のイメージあるね、これ。あー、落とし合う感じだ。浮島争奪ドンケツゲーム。もうセンスやべえな。もう丸で押して×で避けるってだけだね。だってシンプルね。はいはい、見せてやるよ。まあ手押し相撲みたいな感じ。そういうことね。それがケツなんですよね。いいケツしてるもん。これって YouTube 的には大丈夫ってことでいいんだよ。ギリ、いや、ギリ。これ競技だから。セーフだよね、これ。ギリセーフ、まだセーフ。セーフだよね。罰かわすんだよね。これギリダメだと思う。アリスさん、ほら、かわいい。すごい、ヨーコちゃん。クール、ヨーコちゃん。おい、なんだその角度、お前。おー、アイドル。あ、すごい。身長差一緒じゃねえか。お互いちょっと設定なんだ。ほんとだ。危ない。あー、やーしゃー。一撃ってあるの？どの攻撃が効いてんのか全然わかんねえ。これ結構タッパの差あるよ、これ。あ、確かに。お互いに下に、下にカメラマンいたんだ。受け合いすぎだよ。どれが効いてんの？対戦どれが効いてるかわかんねえんだよ。泣いてる、泣いてる。圧勝よ。終わりかも。いいね、いいね。赤組なんだ俺。種目は決まってんだな、全部。ほんとだ。そう、水上ブランコ、人間ダーツ。3回勝ったら終わりだ。組に分けなくていいだろ。めっちゃ面白そうなやつやってる。めちゃめちゃ面白そう。ちょっと待って、テイクオフ、手を離す。ブランコに捕まり、浮島めがけてテイクオフ。タイミングを見計らい、手を離して浮島に着地できたら成功。これやりてぇな。ちょっと面白そうだな。スタートの手を離すのか。これ実際にやりてぇ。どういうことなんだろう。確かに、ちょっとなんかサスケでありそうだからね。確かに。いや、面白いと思うよ。めっちゃ怖い。からやってくんねえかな。え、同時じゃないの。これは先行不利ですけど。だいぶ不利だな、これ。タイミング掴めちゃうもんね。まあでも勝った。古い感じの。あー、これ不利だな。さっき身長170cm 超えを倒してるからね、こっちは。140cm ぐらいの子は。単純にこっち嘘と言ってたから、身長。いやー、
これ損よ。帝国という、これはもう丸を押したら始まって、もう丸で丸、丸なのかな、超えてもダメだから、そうじゃない、うわー、いいよいいよ、うめえ、いや、今の見たよ、もうちょっと後でよかったわけだ、すごいフィジカルだ、ね、笑いとんなよ、りょうこちゃん、いらないからな、クールだから、りょうこちゃん、りょうこちゃん、そういうタイプじゃないもん、りょうこちゃん勝ったー、りょうこちゃん、え、もう、最初で終わったら、何回かやらしてよ、落ちるとこも見せようよ、リプレイなんだ、あ、落ちた方が美味しいのかもしかして、これ誰かの曲が流れてる、おーい、優しい闇流れてる、本当だ、優しい闇、優しい闇、ここでかける曲が、優しい闇流れてる、この子らの曲流してやれよ、対して違う人だな、待ち時間、待ち音楽合ってねえな、そのカメラどこにカメラいるの、うまいな、でもこれ水上にカメラあるんじゃん、あ、いい試合してるね、いい試合してるね、確かに番組的に盛り上がってる、盛り上がってるね、あれなんか次危なそうだな、もうギリギリで中にわー、丸×四角三角で、うん、あ、ニルカのエリアで、あ、順番あるんだ、なんか銃とかのとこ行ったら丸×四角三角の順でこう回していくのかな、そういうこと、どれだけゴールに近づけるかを競うゲーム、ゴールに接触すると失格だって、え、止めなきゃいけないってこと、ええ？これまたまさかまた俺からじゃないだろうな、チキンレース的な感じなのかな、そういうこと、え、難しそうじゃない、ルル、あんまルール分かってないよ俺、多分誰も分かってないし、うん、見てる人も誰も分かってないんだから、続いてのゲームはこいつだ、もう聞いてちゅうアリスちゃん、後ろのそういうアラスすぎてたな、画質の設定が間違えてるだけだよ、本当はいいか、うわぁ、全然合ってない、何かわいい、何がわー何回も見ただろ、同じ動き同じポーズ、あ、いいじゃんいいじゃん、つまりどういうこと、さあ、厳しいじゃない、そういうこと、そんすげえ、なんかアウトエリアがあるんだよね、え、これそうじゃない、これいける、あー、いや、これ損だってこれめちゃくちゃ損だってこれそう、何これは先行損だ、なんで俺結末してんだよなんでお前そっち側にいんだよ結局戻ってるし、怖いなそういうことだ、なんでケツそこにいるんだよ、ケツに、あ、面白い、高校が得すぎる、あー、これきドキドキバルーン、あ、これはよくありそうだね、ヒタリスティックで空気入れる、好きなだけポンポンして、はいはい、風船に、割ったら終わり、あ、これはいいね、割りパであるやつじゃないですか、うん、ね、これはよくやってるやつだから、ここカットきたいな、俺、いや、もうこれ運ゲーじゃないで、確かに結局のところ、でもレッサンこれ勝たないとね、終わっちゃうね、終わっちゃうから、これ番組の最後ね、先攻後攻有利だったら確かに確実に俺勝てるから頑張れアリス、アリス、あ、アリス応援してる、ええじゃねえよ4回目だもん、いつも同じ角度決めポーズ同じなんだよあれしか用意してないんだから、橘さん同じ映像使いましてる、一番イケてると思ってる角度確かに可愛いからな、まあちょっと交換しておこうかな、はい、頑張れ涼子ちゃん、なんだ今の横の涼子ちゃん攻めろ、涼子ちゃん、まだいけるぞ、まだいけるぞ、涼子ちゃん頑張れ、まだいける涼子ちゃん、なんで頭合わせるんだ、行くぞ、そのステップやめろ、どの辺で割れんだろう、ほら、いや案外膨らまないと見たね、本当まだいっ大丈夫か、いや案外これぐらいでもうね、危ないよ、よでもなんかあの鳥居みたいなやつの横に急にチキったらあの横幅ぐらい、横幅でかいじゃないの、確かに横の棒があるからね、横幅近くまでいやいやいや、もっといきそうじゃない、案外これぐらいで爆発しちゃうんだって、本当ミロコちゃん、いやでも近い近い近い、頭に結構いったね、頭についたらもう割れちゃうじゃん、頭までいかないはずだから、えっ、もうこんぐらい、あ、やばくないこれ、頭きてる、もうそろそろ危ない、頭きてる、これ危ないな、頭きてるね、いやーもうやめろ、わかんねえこれ加減が、どうなんだろう、もうダメなのか、それともまだまだ、いや危ないのかな、ちょっと怖い、怖くなってきた、何も知らんからな、予備知識が、爆発しちゃうと、爆発しちゃうと、あー、これ結構頭つけるよ、いやつくよ、もういやついてる、ついてる、思ったよ、あー、急に来た、あー、2回でよかった、そういうことは、え、このリプレイを永遠にやるの長いなー、このリプレイは長すぎるでしょ、いや最後だけでいいのに、最初からリプレイやんのね、これ飛ばせないんだからそんなことある、あー、飛んだ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 、
やばい、これやばいよ、これ最後、最後お決まりがあるんじゃない、あるかな、決着じゃないの、これ大逆転あるよ、やらせてもらえるかな、方向選択、ジャンプ安全な島、水の島を見極め、早くゴールに立つ、はい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 、何言ってるかよく分かんないな、どれが安全か、まあ、もう勝ったからどうでもいいや確かに、でもこれ勝たないと絶対負けだもんね、そう、どっちにしろ負けだよ、多分いや、なんかある、なんかあるよ、これは番組よくしてんだから、ね、昔の番組なんて特にそうなんだ、そうだ、ここ勝たなきゃだもんね、アリスちゃん、輝いてるよ、え何これ、同じ角度しかないんだから、引き出しこれしか、あちょっと違った、同じだよ、角度か、ミリバで同じだよ、ここ、ここ、ここ真ん中があんのか、えこたつ、何終わりじゃない、落ちてしまった、落ちてしまった、どういうことなんじゃこれ、そんなことある、全然わからん、1回で終わり、何が起きたの、終わってもわかんない、今のがわかんない、今何が起きたんだよ、あー総合トップですね、ヨコちゃん、聞きたいな、当然の結果ね、優勝した感想は別に、これといって、うわ、サージ出るか以来、この感動を誰に伝えたいですか、俺だ、俺だよな、元ネタなんじゃない、強いてあげるなら弟かな、弟、最後に応援してくれたファンの方に一言、あいつもやっているモデルの仕事とは違い、ファンのみんなを近くに感じることができて嬉しかったです、用意してきたセリフだ、ありがとうございました、事務所が用意した文章だね、なんか誠意感じられなかったわ、嬉しくなさそう、あバリちゃんの元ネタっていうの分かったんだよね、こっから撮ったんだ、こっから撮ったの、立花レモコから撮った、撮ってるんだね、じゃあリスペクトしてんだろうな、牛とかあちさん第2部で戦い合ってくれ、そっか第2部は種目変わるってこと、はい、本当だ、なるほど、俺先行なのか、じゃあいいよ、確かに、全然違う競技になってる、やってやろうじゃねえか、じゃあ俺何しよっかな、じゃあ二人の性癖出ちゃうね、ちょっと俺は短い髪の毛好きだから、みんながいいか、じゃあなんか好み被ってんだよ、俺も立花さんとかその人みたいなのがいい、あ、もがさん選んでる、もがさん選んでる、俺は青髪が好き、なんで4分の3短い髪が好きなのなんでだろうな、なんでだよ、なんでめちゃくちゃ刺さるんだよ、この人わかる、強いて言うのはこの人かな、じゃあ天木美優、天木美優、なんか目死んでないそんなことないよ、確かにアンドロイドじゃないなんか不幸な目に合ってる顔してるもん、なんか八重さんみたいでいいだろ、ときめも2の、あそう言ったらそう、確かに確かにね、八重さん知らんだろ知らねえだろ、ネットとハブ、あーあーこれはよくあるやつだな、退学すんだから、そうだよ、何もしないと不要いきますよ、え、ちょっと待って、もうよく見てない、丸で叩いて丸と×しか使わなかったよね、そう、使わないみたいな、じゃんけんはどうなの、操作は簡単だからね、×が防御だな、え、じゃんけんは勝手にやるのは、え自分で選ぶんじゃん、水木ゆかちゃん、すげえ、おぉ見てよ、水木ちゃん、ブリンブリンじゃないですか、ブリンブリン、さっきのこと何が違うか分かんないよ、天木なんて、なんか言った、ね、なんか口パクちっちゃ声、え、これ何、え、これジャンケン、これ勝手に決まるんじゃないの、やっぱり勝手決まるの、勝ってるよ、おっおっせぇもっとシュッとかぶれ、すぐ今セーフだったのか、あった、いけいけよ、あった、いったいった、これ難しくない、これ攻撃側がな、振り抜け、迷いなくいけるからな、もっと振り抜けた、あ間違えてる、あ間違えた、よし来た、これ順番にこうジャンケン勝つんじゃないの、確かになのかな、あ、続けじゃない、おぉー、いや、ずっと合わせてんだ、あの人皆さん間違えてんじゃない、もう何もできてない、いけ、逆だダメだ、2分待ってるよ、何もできてない、あ、押してるんだ、じゃあ、あ、まさん、あ、まあ、なんで、また間違えちゃうの、あ、まさん、ガイダー3連続間違ってるよ、カット勝てるよ、まずいまずい、長いけ、いけたー、今、間に合った、押せんだよ、株主の、今、2対2だよ、あまき3ポイントで終わりそう、あー、かぶってるじゃん、最後、勝った、間に合ってないの、間に合ってないんだ、間に合ってないんだ、もっと振り抜け、あまきみゆちゃん、両手でいけ、皆さん、やったー、いや、まあ、結構間違えちゃった、あー、いい角度だね、うわっ、いいぞ、みんな間に合ってないんだ、遅えのよ、間に合ってない今のなんかずっと思ってたけど間に合ってない、間に合ってる感じだけど、まあまあまあ間に合ってないんだよ、やられちまったぜ、あ、でも次水上ブランコ大ジャンプじゃん、面白そ う、え、これさっきやったやつじゃないもん、ちょっと違うね、ダンスと違うのか、一緒じゃない、いや、いかに遠く飛ぶかだって、あ島に着地するんじゃないんだ、うん、そういうの大好きよ俺、テイクオフと面白そう、これ確かに飛ぶ競技といえばガシさんだから、任せてくれ、確かに、うん、なんかそういうのあったはず、なんだっけこれ、あ、チンスポーツでもうまかったもんね、そうだ、チンスポーツでもうまかったんだよ
新スポーツ、まあ、誰がわかんない今回はちょっとないんですけどね新じゃないけどね何ガチャやめてガチャ言うなよ頑張るみゆこのゆうかなウキウキに言うなテイクオフここだあおおなんか良さそ う, そういいんじゃないいやタイミングわかんないもっと引きつけていいのかなもっと我慢してみようかな俺行けテイクオフ行き過ぎちゃうんですね。ああ、まっすぐ勢いがないところやっちゃったから。運動エネルギーなくなった後に。やっぱちゃんとそこはしてんだね。そうだね。ちゃんとあるんだね。もうちょっと早かったか。うわあ、飛んでたな。難しいね。面白いこのゲーム。これ面白いわ。結構ギリギリまでやってたよね。見えすぎたな。もちろんちゃんと1対1だよ今のは。止まった後に飛んでたな。手離しただけだから。この動きやめろ。最後の動きなんだったのね。まあまあいい勝負してるいい勝負だ確かに盛り上がってるまた大股食い大股食いええいいの大丈夫かな夫いよいよ危なくなってきてるあー危ないあーなるほど失敗大股食い毎回出題される3個のマークの中にないマークをボタンで入力するあーいやそれ苦手だ相手より早く正確に入力すると勝ちになるあーやだな、ま、間違えると即負けだってあ間違えたら絶対ダメだ間違えたらダメなのかうんだからもうちょっとゆっくりでも間違えないことの方が重要だ負けたら徐々にまた開いてくるあ面白そう行きましょうかなるほどじゃあないやつを押せばいいのねうんないやつを押す脳トレだねえそんなんダメじゃんいやーきついぞちょっと画面遠意識を相手のゲームは困ったら環境がうわー面白そうこれまた先だぜだってミユが何て言ってんのか聞かせ確かにあ応援よろしくって聞こえたなミユちゃん頑張ります頑張りますえ頑張りますさっき言った絶対言ってること違う気がするちょっとえ分からん分からん上ね上ねえちっちゃ画面あ開いてきたあまずいぞまるこうかうまい開いてきたよ開いてきたよ待ってくれ開いてきた開いてきたおーあーあー関節硬いよみゆもっといけんだろお相撲さんぐらい言ってくれよ結構硬かったんだそうむしろ遅い思いのほか早かったなこの角度すごいいい角度水上にカメラ置いてんだからカメラマンいないのよね生きててよかった生きててよかった品のない実況生きててよかった生きててよかったバカだなあ、まずいぞ大手だ次、牛勝たないと勝たなきゃエリアジョーズって書いてあるバレミユーえジョーズって書いてあるカタカナではみ出さないように指定するボタンまたボタンある出題されるボタン入力泳ぐスピード調節しましょうこれさっきみたいなことかなよくわかんねえわかんねえななんだ変化する水流を出題されるボタンを入力出てくるボタンを、まあ、左右に出てるもんねやるしかねえ か, やるかでもとりあえずはみ出しちゃダメなんだねはみ出しちゃダメ、うん、調節しろって書いてあるエリアからはい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 いや全然意味わかんねえな次のゲームはこいつなんかさなんかさっきと違うよ上手のゆかちゃん上手おいよろしくね頑張るみゆーこっちの来るだねみゆーさっきより可愛いぞ頑張ったなんて言ってるか分かんなかったよさっきより可愛くなってるわあ危ない危ない上手にやられるよえあこうちょっと待ってあだから普通にこれ打っていけばいいんだよ水れーなるほど丸と四角の見分けつきづれこれ水ないねいいよ頑張って調節しなきゃダメだよいけあこうかえ、早くないガスさん調節してねあ、行き過ぎたのこれすごい危ないよ行き過ぎたのあ、そういうことうん、この安全エリアの中にうまいこといなきゃいけないのかな、多分あれ、こいつは多分ダメだよちょ、待って止まると止まるとなんか、溺れてるみたいに見えるから加減が分からん溺れてんのよ死んでるよ、それ加減分からんの上手、全然来ないな上手いつ終わるのいつ解放されんだ、これ上手またなんか強くなってない確かに流れ速くなってるやばいやばい早く押さなきゃまずいんだファンマユジロがバタフライしてた場所みたいになってるストライダムが立つんでた場所みたいになってる確かにあっまずいぞ急げ急げ返したー食わんたボタンが途中で分かんなくなっちゃった死んだ終わったということはこれ2勝2敗になったどこにカメラ泳ぎ本当にユージローが泳いでた場所みたいになってさっきのまた開くやつもユージローだったら余裕なのよね確かに
昔やってたもんな、もっと。ユージロいないのかな。あなたのペットになりたくなんだこのカメラ。あれこの曲カグラアリスちゃんじゃん。そうだね、本当だ。あなたのペットになりたくペットになりたい。質めっちゃいいな。あなたのペットになりたくや。これね、マネージャーに言われたんだよ。いやいやだよ。お、いやいいよ、面白い。すごい。ラストにルーレット浮島渡り。これは大盛り上がってんね。ああ、また浮島？浮島。ちょっと嫌な予感するな。いやなんかさっきの感じじゃん。俺らが地獄みたいな。あれ結局よく分かんなかったし。ちょっと違う？出題されるマークと同じ絵の。出題されてるマークと同じ絵の時。違うよ、ね、と即死んじゃうから即沈んじゃう。方向選択とジャンプね。俺ミスったら終わりなのきついな。きついな。取り返しつかないのやばいな。左右に出てるやつを順番に飛んどきゃいいんだよね。あ、うん。ああ、なんとなくできるかな。下手したらこれ飛ばずに待ってた方が勝ちの可能性。確認相手落ちる可能性。ワンチャンあるよそれ。ゴールにたどり着いた方が勝ちって書いてある。でも相手より前に進まないといけないんだよ。そうだね。ちょっと前に出ないとね。あ、でもまあ両方落ちたな。でも罰になってたもん。でもゴールに絡んだら一番罰かもね、これ。そっか、あ、そういうことなんだ。うわ、安全の方が大事か、じゃあどっちかっていうと。みゆちゃん、かわいい。さっきよりかわいい。おいよ、何種類かあるこれ。何種類かあるかもね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、やったな。じゃあ、緑のとこで止まろうとしたのよ。たちょっとスタートからやり直しとかにさせてよ。あ、やった。落ちろ。じゃあ、これ別々別々何してんの二人。いや、お前らもやってたんだよ。同じことやってたんだよ。終わりか。同点で終わんな。同じ。おい、終わんの。インタビュー来なかったんだよ。確かに、インタビューどっちかさせてよ。ダメだね。俺らのがまだマシだったね。まだマシだった。決着勝敗決まってるわけだから。同じだったんだ。同じのミスってんだから。じゃあ三回戦ちょっとやりますか。第三部。これまだ第三部があるのか。第三部は一番人気なんだな。お譲りしますよ。お譲りしますよ。中野総司。ウッシーやる？ウッシーとの差でやるよ。なんかウッシーあんま上手くなかった感じ。二勝してるよ。女って確かにね。これは1勝しかあげられなかった。そうだよ、カグラちゃん一勝なんだ。同じ子使うんでしょ。推しアイドルよし、右頑張れ。推しアイドルが、ね、え、あ張り手でドン。え、肋骨に手出してきた今度。あ、そうだ、これも手押し相撲だね。そうね、これは俺もうまいからね。え、なんかケツじゃなくなったらなんかそう、この番組の趣旨とかちょっと違くない。でもあれじゃない、水着取れちゃうんじゃない。あ、手でやって。そういうこと。手で取っちゃう。ポロリってやつだ。そうね、アリスちゃん結局この子が一番偉いよ。ミユちゃん、かわいい。また可愛くなってんな。ウシーも俺と同じ勘違いしてる。ずっと同じ映像なんだ。おめでまず生まれた。弱い。早いよ。強いよ、アリスちゃん強いよ。やばい、ちょ凝視してんだろうな。体幹鍛えてなかったな。これは激弱でいった。激弱。早っ早っ。いや、もうまずいぞ。あ、またこれ。どんどん、え、またまた割りつくの。ジャスト5秒だって。あ、ストップウォッチゲームか。オーバーすると即負けだって。5秒早めに押さなきゃいけないんだ。オーバーは絶対だ。これは怖いな。チキンレースだ。いいんじゃない。でもこれの方が簡単だね。なんか分かりやすい。分かりやすい。あの浮島より全然いい。浮島難しすぎんだから。あんまゆじろうにしてやるよ。どんぴしゃろ。またやられんのか、また割り。この下りもいないやろ。元気でいいな。体育時間短いな。うわ、また可愛くなってんな。なんだ可愛くなってんじゃん。体育時間短いけど、そこでジャンプしてるって考えたら。確かに、すげえ。え、ちょっと待って。え、何すんだ。あ、え、時間か。なるほど。そうそうそう。大丈夫？死ぬよ。殴れ殴れ。ああ超えた。なるほど。自分が落ちた瞬間から始まるんだね。あ、それなんか俺いつ始まったのかよく分かんなかった。あれあれ始まってんのってなっちゃった。いや、お前も2秒。あ、俺全然お気に入っても勝てたじゃん、2秒とかなら。いや、俺もさ、なんか始まってんのよく分かんない。よく分かんないよ、ね、怖くなって、なんで俺のやつ開いてってんのだって同時スタートだと思うじゃん、あれ。てか、開いていく話は聞いてないもん。聞いてないこと多すぎんだよ、まずいぞこれ。終わっちゃうぞ。終わる、もう終わる。爆笑変装ゲーム。え、爆笑って全然違うやつだ。右のカツラをかぶる、左のカツラをかぶる。
ルーレットのカツラの絵を見極め、絵と同じカツラを早く被った方に1ポイント。はあはあ、これは、これはまあまあまあ、同じカツラ選ぶのね、うん、これ爆笑か。確かに面白い。爆笑上げちゃってるよ。ほらほら、面白い面白い面白い。おもんなそう、おもんなそう。アリスちゃんがこれ被っちゃうんだよ。早く時間短いと髪の毛はみ出ちゃうよ。まさか短っ。ちゃわいいな。うわ、また可愛くなってる。どうしよう。あれ、ウシ同じこと言ってる。ウシ同じ映像に同じこと言ってるよ。言いがかりはやめてよ。え、どっちだ、こっちってこと。そういうことだ。俺の方ハゲ、俺の方ハゲのカツラ見えてないんだよ。まあ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 、おかしいでしょそれ。あ、まずい。あ、なんだこの揺さぶり。こっちだ。いや、いいぞ。やばい、アーリスちゃん、アーリスちゃん、単純に間違ってる。普通に間違えちゃった。てか、この2種類しかないの。他に、いや、こっちか。よし、これは早い。あー、同じ。もう分かったら俺の方が早いから。いや、これ揺さぶって、結構揺さぶってくるよ、でもこれ。いけ、どっちだ。イエーイ。マジ今同時だったの、ほぼ。あと1ポイント、お互い。俺のが会えんだよ。完全に同時だったじゃん。めちゃくちゃ以上上。え、どっちだ。フリントなしてきた。あーいやー、フリーアーでいいだろ、今の。同じだったじゃん、ダイビング。違う、VAR やん。そうだよ、こうやってくれよ。リーゼントの先の方で掴んでるからね。もう1秒でも早く、ほら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 。もう被ってなかった。今のは負けてるじゃん。リーゼント被ってない。違う、今これ最初のやつか。そう、最初のやつだから。あのとんがってる部分はリーゼントって言わないからね。え、あのもみあげのらへんが確かリーゼントっていう名前なんだよ。なんだお前。リーゼントに詳しいやつやってたのかな。そうだろうね、間違いなくやってたんだ。結構もう早くも消化試合になっちゃった。終わりじゃん。嘘でしょ。よくあの髪しまえるな、リゼットしまえる。綺麗にしまってたぞ。その方がすごいな。ほら見て、スッて。同じタイミングだけどね。同時だよ。俺も早いよ。あれ早いんだって。思ったより同時じゃん。3回連続早いんだから。終わった。終わりだ、終わりよ、終わり。まあ、やりましょうよ。でも最後の浮き島勝ったら分かんねえからな。こすってなんか、大丈夫かい。大丈夫これ。温度計こするだけだよ。大丈夫かな。何が大丈夫、なんかあんの。相手より早く発射させた方が勝ちだって。なるほど、激しいストロークでいける。こすって発射させたら勝ちね。そういうことね。激しく、わかりやすい。ああ、こうカチャカチャやらいいのね。露骨だな、これ。わかりやすいな。え、なんか変なことある。なんだこいつ、何言ってんだ。何を想像してるんだこいつ。何言ってんだ。え、チンコかなって思う。グングン言うな。ほんとすげーいいな。いいなあれ。ここでも飛ぶのか。お、水中なのに。水中なのにすぐ着地した。すげえ。かわいい、すげえかわいいな。また可愛くなってない、もしかして。あ、絶対それ言うな。ホットなの。メイク変えた。え、これ結局何言ってます。はい、アウト、アウト、はい、アウト、アウト、はい、アウト、アウト。あいつこすんの、はい、アウト。発射。もうあったよ。あっしゃー。もうアリスちゃん慣れてんじゃん。ダメ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 。アリスちゃん慣れてんだもん。ダメだ、おかしいよもう。ダメ。いやこれ以上いくと机のゲームみたいになるからダメ。俺ら経験値違ったもん。1000超えちゃう、1000超えちゃうから。確かにね、経験値があったかも。全然違ったよ。でもアリスちゃんはなんかよくなんか知らないプロデューサーとなんか危ねえ。たまに見る。だからこのタイミングでも優先されてんのな。そういうことだった。この番組のマネージャーに抱かれてる。チャンバラロディ。え、マルタロディ。ロディオって何。ロディオ。相手を叩き落とす。生き残った方が勝ち。1回の攻撃ではバランスを崩すだけなので連続して攻撃することが重要。攻撃って書いてある。左スティックガード、あ、ガードか。左スティックをどうやったらガードになるか。後ろか、よくわかんない。後ろか前なのかだけだと、まあ落とし合いなんだよね、多分。まあまあまあ、まあね、そうね、たまに見るやつ。これに挑んでもらいましょう。たまぎみゆちゃん。あれ、あ、自分も違う。あれ、どうした、ね、かわいい、ますますかわいい。あれ、アリスちゃんの紹介なしだ。な、おい、え、まずまず、ガイアリスちゃん、おい、アリスちゃん、早いよ。アリスちゃんのパワーが違いすぎるんだよ。強すぎんの、アリスちゃんが。番組分かってないよ。アリスちゃん本気だもん。本気の目してんだから。ダメだって、アリスちゃん。アリスちゃん呼ばれないよ、次から。やばいやばい、アリスちゃん。アリスちゃんガチンコファイターだもん。ちゃんとやってよ。ちゃんとやってんのよ。
テレビじゃ絶対見ないもん。こんなワンサイドゲームないもん、なかなか。ひどいぞ。インタビューすごいな。インタビューあるね、これ。ね。相手が弱すぎたとか言いそうだもん。総合トップですね。やったー、片方に入れてるんだ。優勝した感想は？あ、強いね。マネージャー勝ったよ。マネージャー。約束通りアイスおごってね。この感動を誰に伝えたいですか？はい、お父さんとお母さんと、とにかくみんなにです。これいい子だ、本当に。最後に応援してくれたファンの方に一言。いい子だな。いつもアリシュのこと応援してくれてありがとう、ね、これからもアリシュいっぱい頑張るから応援してね。いいね。以上、優勝したカズラアリシュ。笑顔消えんだろうな、これ言えないよ。お時間のようですので。吸わない、吸わない、よ、ストゼロとタバコやってる。やめろ、帰ったらストゼロとタバコよ、スウェットで。